セレッソ大阪の瀬古選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。あのトレーニング終わってすいません、疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。どうですか今までコンディションは、自分自身うまく仕上がってます？そうですね、やっぱり、そのキャンプというか、ね、やっぱり試合に向けて体を作りに当たって、みんないい状況になったと思います。で、昨シーズンの話になるんだけど、昨シーズン非常にいいあのパフォーマンスがこう出せたんじゃないのかな。最終的にはね、あの最優秀新人賞取れたりして、その大きく自分が成長できた要因というのはどこにあったと思うか。やっぱり、自分のそのタイミング的にはやっぱ夏の連戦の部分での成長が大きかったなと思いますし、まあ、プレーの部分に関してやっぱり人に行く強さだったりディフェンスとして必要なことをもっともっと磨いていけたかなってのは思います。その夏の連戦のところで何か自分でこう掴めたものがあった？そうですね、昨年はやっぱりボールを、引き出す部分だったりっていうのは、自分の中でより良くなったかなと思ってます。そこはやっぱり昨シーズン大きくこう自信をつかめたところ。そうそう、で、まあ、今シーズンに関して言うと、昨シーズンとやっぱり最終ラインがね、大きくこうメンバーが変わる、特に与日選手が抜けたりとかいうことで、多分瀬古選手にかかるこう期待とか、そう責任というのは大きくなると思うんだけど、その辺は自分自身どういうふうに感じてるかな。やっぱりその今までずっとやってた与日選手だったり、選手が抜けた中で、自分にかかる期待は大きいと思いますし、その中で、やっぱりチームでしっかりリーダーシップを持って、自分がその抜けた選手の分までやらないといけないというのは、今週やっぱりあると思います。やっぱりディフェンスのこうリーダーとして、やっぱりチームを引っ張っていこうという気概みたいなのも、やっぱ今シーズン強く思っているってことかな。そうですね、やっぱりそれは絶対そうならないといけないですし、今後自分がもっともっと活躍するためには、やっぱりそういう部分も出していかないといけないのかなと思います。で、今年ね、まだちょっと分からないけど、オリンピックは多分あると思うんだけども、当然オリンピックってことは意識してると思うんだけど、オリンピックのことに関してはどういうふうに感じてるかな。やっぱり今、日本でやるのもそうですし、こういうコロナ禍であるかどうかはまだ分かんないですけど、やっぱり目指すべき場所であるし、出ないといけない場所なので、そこは常に意識してやっていきたいなと思ってます。でこう、瀬古選手にとって、例えば去年オリンピックがあったら、なかなかもしかしたら難しかったかもしれないけど、1年こう延期したことでこうチャンスがぐっと近づいたっていうことでは、やっぱりオリンピックに対してはやっぱりこうなんか行って活躍できるっていう自信みたいなものを当然つかめたシーズンだったのかな。そうですね、やっぱり去年にやっぱり開催された自分はやっぱり選ばれてなかったっていうのは自分自身思ってますし、その中で、昨シーズンなくてこの1年間成長した部分を今年出せて、東京オリンピックに出場して活躍できるっていう自信もつきましたね。どうなんだろう、クルピ監督に代わってクルピ監督のサッカーみたいな、どういう感じで？攻撃的なスタイルですし、まあ、昨年もやっぱりそのボールを保持しながらっていう研修みたいな感じで思われてたと思うんですけど、やっぱりその中でも去年のベースを残しつつ、クルピ監督の良さを発揮できたような。最後にあの今シーズンの抱負を聞かせてもらって、まあ、やっぱりチームでは優勝、ACL の出場ではありますし、そういったところを意識していきたいですし、個人としてもやっぱり、今年も賞を狙いたいと思います。何の賞？ベストイレブン。ベストイレブン。MVP は？まあ、MVP も狙いたい。そうだね、取れるものは何でも取りたいと。ぜひともありがとうございました。ぜひとも今シーズンの活躍期待しています。ありがとうございました。